小向井美奈子でーす。ドスッピン。やばいよね、すっぴんで出るとか。あれ？島生活、すっぴんだった、ほとんど。まあいいでしょう。今日はね、トーク内容。すっぴんではなく、整形について話したいと思いまーす。で、小向井はそれ話しながらメイクしようとしてます。まずは、化粧水は今日ちゃんとつけたから、はい。レブロンのめちゃめちゃ黒い、このリキッドファンデーション、クリームファンデーションっていうのかな、を適当に少々塗っていこうと思います。そう、今日のトーク内容ね、整形についてなんだけど、私、整形はしてないですね。でも、整形のように綺麗なメイクにしたいと思います。そもそもさ、私が思う整形っていうのは、整形ありかなしかってところかな。うん。美奈子は賛成派です。美奈子のお友達も、なんだろう、普通に男の子も女の子も整形してる人いっぱいいるよ。昔と違って今全然整形っていいと思う。だってメイクしてさ、いちいち二重作る子とかいるけど、あれめんどくさいと思うもん。うん。本当のファンデーションの塗り方だぜ、今。これだってのなんかみんなスポンジとか使うじゃん。あれダメなんだよね。整形か。整形。あ、でもね、結構やっぱ未だにね、やりたいなって思う整形はある。鼻高くしたいの、これ。低いから。やっぱ、顔さ、変わってさ、あ、めちゃめちゃいいとか言って、ニコニコニコしながらさ、来た方がいいんだよ、マジで。ただ、画面結構変わってて。でも、可愛いの。喉も可愛いんだよ。なのにさらに可愛いの。ずるい、あれは。目、あれ、目ちゃん、目大きくなったんじゃねみたいな。え、ありがとう、ありがとうって。そういう感覚でやってる人も多いからね、今ね。そう。でもやりすぎちゃってちょっとね、鼻の形と変わりすぎちゃったねって言うけど、まあ、それはそれで味通して、その子がいいならいいと思うしね。やっぱなんだろう。美奈子の友達の中には、もともとの写真見せてくれたら全く違うような子もいたけど、やっぱりそれがコンプレックスで、なんだろう、こう、生きるのが辛いとか言っちゃう子もいるわけじゃん。で、今すげえ可愛いからね。それめっちゃ羨ましい。美奈子の顔のコンプレックスは、もうあるんだけど、それはもうちっちゃい花だよね。14からさ、この顔でさ、世間にこう、世に出ちゃってるわけじゃないしが。だから、いじったらなんか言われるのかなって。昔はほら、いじることに対して、あの子いじってるよとか言うやつはいたわけじゃん。今、あの子の整形どこでやってんだろうって感じだからね。私はいいと思う。そういう世の中になってよかったねって思う。うん。話してみたかな。今日久々にライトだけ見たのに。もうさ、でもさ、これさ、島でやっちゃったさ、このシミ。隠れません。これを、だから、シミ取りとかも整形に入るのかなって思う。うん。ありだと思う。あとはな、プチ整形とか目とかさ、こう、二重こう作ったりとかさ、目頭切開っていうのはプチ整形なのかちょっとよくわかんないんだけど、あれも昔すごいしたかったの。うん。全然、整形することに対して、全くの否定とか、なんつうの、否定じゃない、なんつうのっけ。そういう、なんか嫌だなとか、そういうのやめた方がいいよって思うことはない人だから。でもね、唯一、みなこ整形できないなと思う。痛そう。ファーシオかな？ファーシオのこの、一番黒いファンデーションを見つけたので、これを塗っていくね。そう。あと、こういうのもあるけど、このカードが少ないって、丸くしたいって、これすごいいっぱい、ボトックスなんかなんか入れてこいたんだけど、そう。ちょっとね、色々聞いたの。でもやっぱりそうやってさ、可愛くなりたいとか、化粧がめんどくさいとかさ、いう子の方が多いからね。なんかもう鼻、これ、どうにかしたら、ちょっとモテんじゃん。違う、痩せるべきか、その前に。すげえありがたいことに刑務所入ってる時にさ、これ、みんな、よーく見たら、ここ、見えじゃね？もともと綺麗な二重だったんだよし。それはさ、刑務所の時にさ、なんかで目が荒れ、なんだっけな、荒れちゃって、すげえかきむしってたの、かゆくて。ガリ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 。そしたらさ、ここ切れちゃって、乾燥もあったのかな？なんかベシって切れちゃって、ぐちぐちになっちゃって。で、もう気づいたらこっちの左目が、この見えになってたの。で、そのまま治るかなと思いきや全く治らず。で、こっちは見え、こっちは二重みたいな状態で出てきて。で、まあ、弟もたまにお化粧したくないとかね、仮装したりする人だからさ、どうぞ、そうしても、あ、
めちゃパティキンするんだからか。そう。で、たまたま化粧品とかさ、その、二重用のシールを持ってたのよ。で、それで、こっちの目通して、こっちの目通して、じゃあみんなここれやってあげるよ、つって、ここの、こっちの二重、全然違うでしょ。あ、二重じゃない、こっちの見え。こっち二重だったんだけど、そこにテープをこう貼って、ここにこう貼って、作ったんですよ、この見えを。で、あともう一つね、みなこ最近気になってんの。二重見えといえば。これさ、今もこうやって影出てると思うけど、これ弱いになってくんだよね、疲れると。どんどんくぼんでっちゃってさ、だからそれをどうにか直したいっていうのをさ、この間、前、お姉さん方と話してさ、知り合いのお姉さんたちとね、そう。したら、私も50だからもうくぼんじゃってしょうがないのよって言ってて。そう。したら、ここから切り目入れて、キュッて上げることもできるんだって。したら、くぼんでもその変な見え、よえ。もうほんとくぼみすぎて、なんか、大変なことになるんだよね、これね。てか、そういうのも直せる整形があるって言われて。まあ、いつかそれ使うんだろうなと思うけど、もう、近々じゃない？ちょっと、まだ大丈夫らしいけど。え、変わってこい。やばい。大丈夫かな？いいよ。絶対鼻高くなったらなんかね、聞いたの、お医者さんに。みなこ鼻高くしたらどうなる？だと目も大きくしたいって言ったの。そしたらこれ今、ここに鏡あるんだけどね。こう。目がちょっとキュッて寄るから、高くすることによって、石灰はいらない顔になります。それで一石二鳥やんっつって。みなこもやりたいと思うんですが、どうしましょうねっつったら。B だって。俺が手術するのは本当に困ってたりとする子たちだけなんだよって言われて。はいっつって。これでメイク終わりでいっか。ダメか。なんだろう、こうダラダラさ、まとまりのない話、整形の話してるけど、みなこ結果的にまとめて言うと、整形はありだと思う。いつか小向井も絶対整形するし。でもありがたいことに、私デブじゃん。皮がピンって張ってるから、未だに。パンパンっていうのか、これ。そう、そんな感じで。これで今日メイク終わりでいっかな。だってめんどくさいんだもん。ファンデーションだけにしとこうよ、今日は。ということで、今日はメイク終わる。そして、このお話に付き合ってくれてありがとうね。チャンネル登録と、ツイッター、ツイキャス、フォローなどなどよろしくね。あ、こっちに入れたのね。これが被るから、こっちか。よろしくね。Thank you.